今日はね、これパスタやねんけど、あのね、北海道のね、YouTube の仲良くさせていただいてるワールドボーイさん、そう、ワールドボーイチャンネルのワールドボーイさんから、ね、教えてもらったスパカツを作ろうと思って、なんかね、調べたらスパゲティの上にカツを乗せると。だからスパカツ、北海道で食べる、なんか釧路やったかな、休みの日にね、ぴったりなメニューやと思います。そうやね、じゃあ早速作っていきましょう、はい。分かるかな、こっちが大きいのと、こっちがね、標準なんやけど、小さいわけじゃないんやけど、こんな感じですね、こんなこのさ早速いただきましょう。いただきますどっから食べたいの、もう埋まってるもんな、全部が。そうやね、ああ崩れちゃうよ。うん、これチーズも乗せてんな。うん、チーズも入れた、カツから。カツからいく。うん、じゃあカツいただきます。いただきます。うまい、めっちゃうまいよ。バッター液が、こう衣が肉厚になるよ、ね。カリカリになるね、けど肉厚でも、で、下のスパが出てきてスパが美味しい。なんか味濃いかなと思ったけど、意外に、全然いけるね。美味しいよこれ。その鉄板で、スパゲティ乗せると、そこがね、懐かしい味になる。あ、ちょっとこんがり焼けてね。
本日はですね、北海道のワールドボーイチャンネル、ワールドボーイさんからね、紹介していただきましたスパカツを作ってみました、はい、スパゲティととんかつ重ねただけかなと思ってたんですけどね、うん、もう絶妙なバランスの、なんていうかな、もう夢がいっぱい詰まった北海道の大地が育んだようなメニューでした、はい、ぜひともね、次回はね、行きたいよね、また北海道 ね、うん、意外とね、作り方はそんなに難しくないのでね、皆様一度お試ししてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで本日の動画は以上となります。この動画美味しそう、役に立ちそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もね、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご参考みごでした。グッバーイ。ワールドボーイさん、ありがとう。ありがとう。